岩瀬が名古屋ドームでさよなら負けした回数。0回。うせやろ？さすがに1試合くらい負けてるやろ。1000試合投げててそんなわけあるか。さすがの岩瀬でも何回か負けてるやろ。何年も抑え合ってたら負けたことあるやろ。岩瀬くらいの鉄腕なら普通やろ。ほんまかよって思って調べたらガチやん。そらそうよ。ミセリですら東京ドームでさよなら負け0回やぞ。名古屋でさよなら負け？ホームでさよなら負け？岩瀬が現役の頃は名古屋球場だったし。Y が子供の頃ロッテの抑えだった小林正秀もマリンデレイだわ。日本シリーズの強さよ。死神やわ。日本シリーズの防御率0が今のチュニドラの弱さだと別の意味で取られるからかわいそう。調べたら球場が何かしらの理由で使えなくて他球団のホーム球場貸し出して本拠地なのに先行になることはあるんやね。また一つ賢くなったわ。それ以前に岩瀬が打たれるわけないやろ。